ようございます。今日は背中トレですね。毎朝いつものオートミールプロテインに僕コーヒー飲んでたんですよ。でもそれを最近左右に変えて、で気づいたんですけど、仕事中はコーヒーが結構必須やったんですけど、朝はねコーヒーっていうより温かいものを飲みたいだけやったんかなっていう気は最近してますね。温かいもの飲むと代謝はもちろん上がるんですけど、体の中でやっぱり冷やすというか、その温度を下げるのにもカロリー使うんで、温かいもの飲むって結構ダイエットに有効なんですよね。10時です。今日はしっかり時間もあるんで、上から引く種目も、前から引く種目もね、バランスよくしっかり背中を鍛えていこうと思います。背中って筋肉が多すぎて、胸だったら大胸筋の、まあ一応上真ん中かとかって単語だけじゃないですか。二頭筋やったら単頭長頭とか上腕筋とか、まあ三つくらい、三頭も同じ、まあ三つくらいと思うんですけど、背中は僧帽筋もなんか上真ん中下あって、広背筋も上真ん中下ぐらいがあって、大円筋もあるし、いろいろありすぎてすごいね、種目の中列が難しいなと思ってます。で、同じベントオーバーローでもフォームによっては僧帽筋も鍛わったり、広背筋も鍛わったり、白髪もつけれるし、その辺ねほんまに難しいなと思うんで、得意な部分ばっかが鍛わるように、偏らんように、しっかりね、バランスよく鍛えられるように、今日はメニューとフォームを意識していこうと思ってます。皆さん、チャット GPT って知ってますか？結構最新の対話型のチャットボットなんですけど、 IT 業界では結構ブームになってるんですけど、それ以外の方はね、知ってんのかなと思って紹介します。で、どんなことができるのかっていうと、マジですごい AI で例えば AI にどうしたら新時代しますかっていう質問を投げてみると、チャットがね、答えをくれるんですよね。こんな感じで順番に文章を打ってくれて、チャットが答えを教えてくれるっていう、しかもかなり、なんやろ、正解に近いそうなっていうか、ほぼ正解な感じの答え返してくれるんで、めちゃめちゃすごいんですよね、最近の AI って。例えば筋肥大しやすいトレーニングの方法を教えてくださいって言ってみると、しっかりねチャットが答えを返してくれるっていうめちゃめちゃ完璧な答え返ってくるんで、ビビりますよね。最近の AI ってほんまにすごいなって思うのと同時に、なんか僕の仕事もそのうち奪われそうやなっていう気がして最後にじゃあ筋トレのメリットは何ですかって聞きますか。これ今だけ無料なんで、今だけというか今は無料なんで、まあ、興味のある方はね、チャット GPT 検索して遊んでみてください。結構何でも答えてくれます。すごいですね、結構長文で教えてくれるっていうね。機能した背中がね、すごい筋肉痛でいい感じで、今は胸と背中筋肉痛なんで、もう今日は筋トレ風にして、また明日に備えようかなと思ってます。ここまで動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、今日僕マジで何も知らなくて、ほんまに筋トレせんかったら引きこもりというか、何もしない毎日を過ごすなと思うんですけど、まあ、今日家から一歩も出てないんで、さすがにね、干からびちゃうと思うんで、ちょっとドライブかなんかで、ね、行ってこようと思います。
おはようございます。8時間半も寝てしまった、まあ、筋肉の成長にはねトレーニングと食事と睡眠っていうし、多分僕この中でも一番睡眠をおろそかにしちゃってるんで、しっかり睡眠も取っていかなきゃなと思うんで、いいでしょいっぱい筋トレしていっぱい食っていっぱい寝て寝たくぞ。今日からトレーニングの内容を変えようと思っていて、まあ、具体的には分割法から一回しばらく全身法を試してみようかなと思ってます。僕ね完全に停滞してるんですよ。体はなんか雰囲気変わってるかもしれへんけど、重量とかほぼ変わらへんし、正直これでいいんかなって悩んでた。だからオフを増やしたりしていろいろ変化を作ってたんですけど、僕も4年くらい分割法で週に1、2回高強度でトレーニングをしてるんですけど、それを急にほぼ週4週5で全身トレーニングに変えたら体多分びっくりしますよね。そういう刺激を変えるのって筋肉にすごい大事やと思うし、まあ、どういう効果が出るか分かりませんが、しばらく週4、5のトレーニングで全身法をね試してみようかなと思ってます。1部位2、3セットで胸、肩、まあ、全部や全部するっていうのを毎日、まあ、週4、5でするっていうね、いう感じのトレーニングにして体をいじめてみようかなと思ってます。お疲れ様です。全身法ね、初めてしたかもしれん。トレーニング始めた最初の数ヶ月は全身してたかもしれへんけど、全身やったなんてマジで何年ぶりかってくらいやってたのね。僕が考える全身法のメリット、デメリットはこれで、特にメリットの週でのボリュームが多いってのが大事だと思っていて、例えば1日にベンチプレスを10セットする場合と1日2セットを5日する場合やったら、多分後者の方がトータルのボリューム上げれると思うんですよね。僕101セット目は100キロ8本ぐらい上がりますけど、10セット目は多分95本とか本年で落ちちゃうんですけど、1日2セットやったら多分全部100キロ上がる。そう考えると週5で来た方が週のトータルボリュームは多いんですよ。最近では1回でのオールアウトとか頻度が多い方がいいとか、そんなん関係なくて、結論週のトータルボリュームが多い方がいいっていう研究結果も多いらしくて、それで最近全身法が見直されてるらしいですね。でまあ僕も確かにと思ったんで、あとまあ大会にも向けてね脂肪も燃やしていきたいんで、その辺を考えてしばらく 2,3 ヶ月全身法でやってみようかなと思いました。効果はね僕の体の変化で分かると思います。最近体の凝りがやばいので体式マッサージに行ってきます。体のケアもすごい大事なんで、体式のマッサージってして、まあ、気持ちいいんですけど、ほんまに自分の体が硬すぎてビビるAmazon からプロテインパンケーキが届きました。これ3枚でタンパク質 41.5g らしいんで、めっちゃ多いんで楽しみですね。明日食べよう。だいぶ前に買ったマイプロでゼロカロリーチョコレートソースがあるんで、これかけてね明日のご飯にしようと思います。おはようございます。驚きなことに大体四頭筋と腹筋が昨日たった2セットしただけで筋肉続きてるんでいかに僕が足と腹筋をサボり気味やったのか分かりますね他の部位は全然余裕なんで、筋肉痛がきてない部位を今日も全身やっていこうと思います。というかパーソナルなんで、パーソナルで全身やろうかなって感じかな。なんかめちゃめちゃ粘り気が強いけど大丈夫なんかな、これ水少ない、いや分からへん。それではトレーニング行ってきます。全身です。終わりました。全身トレやっぱりねめっちゃカロリー使うんでしんどいなと思ったのと、コーチに停滞を打破したいのと、
まあ、一個一個のトレーニングの質も上がる気がするんで、全身法どうですかねって聞いたら、全然いいと思うって、2、3ヶ月やってみるのは、すごいいいと思うって言われたんで、すごい良かったですね。やってみようと思いました。今回は低体打破のために全身法をね取り入れて、すごいガラッと筋トレメニューも変わったんで、また来週からね、すごい楽しみです。今回の動画はこれで終わると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。